かなかギリキワキワまで染めるんですね。面白いな。本当なんか路面電車みたいな。鞍馬行きが行って、こっちは京山口になった。ここ交互に出た感じですね。なんか走ってる列車の大きさもなんか本当に結構あれっぽいですね。で、ターミナル駅ですかね。ターミナルありますね。やれ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 。いやー、結構立派な駅ですね。こんな感じになってるんですね。で、そう、鉄道会社が変わると、ホームが繋がってないと、駅名が変わることも多いですけど、ここは一緒なんですよ。まあ同じグループ会社だからってことか。へー。で、この駅は、立ってできようかな。いいかな。でしょ。あ、すいません。でもこのまま京阪電車の方に行けると、便利ですね。乗り換えは、ベランボーに便利ですね。へぇ、すごい。招き猫や。おぉ。へぇ。このまま。ああ、便利ですね。あと、パーメイドで階段が垂直になります。あ、ここであれか。そのまま動く歩道になってる。面白い構造ですね。まあ、うちはエスカレーターどうか乗りますからね。あの、唯一5万差して超えてる動画がエスカレーターの動画ですからね。さあ、で、このまま、次は、なんだっけ、岩清水八幡宮だったっけ、違う。あ、そうや、チャージだけとこ。なんやかんや使っとるで、もう。そっか。さっきと反対側の方に来てるから。こんな。違うのか、あれなんですね。うん、なってる感じかな。あ、上りや。で、次は、岩清水八幡宮じゃなくて、伏見稲荷でしたね。これは準急。準急じゃなくて、特急の方がいいらしい。特急止まるよな。さすがに止まるよな。14分。三条丹波橋。三条四条七条丹波橋。中所島。ん？危ね。止まんねえんだ。こっちだ。